夕日はここでも変わらないな。たとえ負けようとも、これほどに復興できる祖国を。だがこの未来を受け入れるわけにはいかない。負けると知った今、ますます戻らねばならなくなった。騎兵を持ち帰り、未来を変えるのだ。一人でも犠牲が減るよう、盾となって戦わねばならない。だが本当に戻れるのだろうか。もし戻る方法がなかったとしたら、千尋弱気でどうする。必ず戻る。諦めるものか。何でも試して方法を見つけてみせる。例えば、そう、こちらに来たのではなく、時間がおかしいのはこの付近だけだとしたら、学校のあたりまで行けばまた何かが違うかもしれない。敗戦を乗り越え、目を見張る復興ぶりで、この時代はあまりに豊かだ。行き過ぎなくらいに。戦争が始まる前、叔父から借りた冒険科学小説にあった、未来へと旅する物語、現実になるとはな。どうして私と騎兵だけがここへ。専門的な知識がなくとも、騎兵は異様な代物だとは理解できる。だが時間旅行、これは騎兵の力なのだろうか。裁縫の苦手だった母が千尋のために苦労して作ったウサギの人形だ。歯切れを寄せ集めた粗末なものだが、千尋は肌身離さず持ち歩いていた。図書館で調べてみたが、米国どころか世界のどこにも歴史上あのような兵器は存在しない。あれは一体何だ。美和ちゃん早く。伊織ちゃん急がなくても。女学生か。学校はあるようだが。君、あ、三浦くん、よかった。神社で会った南夏乃さんですよね。どうして夏乃さんがここに。もうどこに行ったか心配してたのよ。あなたもここに来ているなんて。探してもいないから、エリア51にでも連れて行かれたんじゃないかと思ったわよ。で、今までどこでどうしてたの。いや、それより。どこにいたの。ああ、親切な学生の家に泊めてもらったり、あとは野宿で。野宿。ちょっと待って、こっちのせいだし何とかする。とは言っても、私の家に男の子連れ込むのは。そうだ、玉尾おばあちゃん今旅行行ってて、家に十郎くんだけだったはず。部屋はたくさんあるし、あそこなら。玉尾おばあちゃん、ごめん、ちょっと荷物取ってくれ。すぐ戻るから待ってて。お隣のクラベさん家に連れてってあげるから。クラベさんの。見事にへこんで傷になってるな。
千尋。もう泣くな。故意にやったわけじゃないんだ。おじさんもきっともう怒っていないよ。兄ちゃんは怒ってない？兄ちゃんはいつでも千尋の味方だ。ほら出てこい。桶を柱にぶつけるなんて荒っぽいままごとで遊んでたんだな。ウサギがね、大きなお化けをやっつけてたの。お化けはね、お家を踏んづけてどんどんやってくるんだよ。変なお化けだね。千尋が考えたのかい？ううん、たまおに教わった。千尋ちゃん、ごめんね。お父さんタンキーだから。ごめんなさい、私のせいなの。たまおさん、私が千尋ちゃんに夢の話をしたせい。起きて大丈夫なのですか？ええ、ここのところ体の調子がいいの。東京から来られたゴートさんに分けていただいた外国のお薬のおかげ。ただ飲み始めてからおかしな夢ばかりで、うん、夢を見たというか、夢見たことを突然思い出すのよ。警報だ。大変。ラジオつけてみて。軍管区情報、空襲警報発令。敵はいずれも高度低く、なお高速鉄器ありて連続侵入を基礎しあり、官民共同の防空体制の強化を望む。大規模な敵襲だ。防空壕へ急ぎましょう。ほら千尋ちゃんもおいで。いる？南さん、なんで勝手に上がってくるの？玉尾おばあちゃんとは君より仲いいからね。勝手知ったるお隣さんなのよ。それよりお願いがあるんだけど。ある。南さん、ご近所だったのね。なんで出てくるんだ？クラスメイトの薬師寺さん。何これって。彼に何かご用ですか？いや違うんだよ。これはその。夏野さん。ああ入ってきて。お邪魔します。この家が残ってるなんて。誰？三浦慶太郎と申します。お願いというのはちょっと訳があって、彼を何日か止めてあげてほしいの。え？南さんとはどういう関係なの？部屋は空いてるし、おばあちゃんが帰るまでよ。薬師寺さんとのいやらしい状況も黙っておいてあげる。代わりに何も聞かず彼をかくまって。とにかく頼んだわよ。夏野さん。どうした慶太郎。確かに彼女は明朗快活で魅力的な人だ。だが今はそんな場合じゃないだろう。夏野さん、これは。大丈夫大丈夫、私の家すぐそこだし、何かあったら言ってね。言ってしまった。困ったな。あの、夏野さんは言っていますが、ご迷惑でしたら。ご飯食べた？夕飯一緒にいかが？
そんな。お腹空いてるみたいね。いや、これはその、あなたの分すぐ用意するわ。あなたが玉尾さんのお孫さん。玉尾さんはご健在ですか？坊ちゃん、ピンピンしてるよ。島根の親戚の家に行ってて、今はいないけど。島根、岩見にある玉尾さんの母方の実家か。君はばあちゃんの知り合い？ええ。そうなんだ。それで君をいつまでかくまえばいいの？故郷に戻るまでの間しばらく。それなら事情は聞かないけど、面倒は起こさないで。一階の客間を使ったらいいよ。ありがとう。ラジオのあった場所に映写装置、改装されてるが、あの家だ。燃えたはずなのに。ラジオ改装されてるが燃えた。この柱、傷がないぞ。しかし立て直したわけでもないな。ここが本当に比べ家なら、この柱に残っているはずだ。千尋のつけた傷が。私の実家の敷地に20世紀の中頃に建てられた木造平屋のお屋敷があってね、100年近く残ってたの。私のおじいさんからよく聞かされたわ。子供の頃を過ごした思い出深い家だったって。いいですね、用意しています。古いフィルムしか残っていないのだけど。こちらで復元しましょう。ありがとう、三浦さん。楽しみね。あら、誰かと通話してた？クラベ博士だ。居住区の設計で相談してたんだ。あ、そっか。クラベ玉尾さんって21世紀生まれだもんね。120歳だっけ？ナノマシン治療を受けていると言ってもお若いわよね。森村博士の恩師だと伺った。聡明な方だ。そりゃ人工知能の権威だもん。それで何かあったの？何かないと連絡しちゃダメなの？私の気持ちが非常事態だから、今からそっち行こうかなと思って。それは至急対処が必要だ。待ってるよ。はい。うん。夕日はここでも変わらないな。彼女ははぐらかされてしまったが、なぜ彼女はここに？十郎君の話では同じ学校に通う女学生だそうだが、敗戦を乗り越え戦おじみげどせいよじこれ。裁縫の苦手だった母が千尋のために苦労して作ったウサギの人形だ。歯切れを寄せ集めた粗末なものだが、千尋は肌身離さず持ち歩いていた。図書レあれ、今日も変化なし。
どうにかして騎兵を取り返し、昭和20年に戻らねば。しかし、何度試しても騎兵を再起動できなかった。どこか壊れてしまったのだろうか。故障なら騎兵を詳しく調べたいが、建物周辺の警備が厳しくなって今は近づけない。いても立ってもいられない。そうだ、峠の交渉は空襲を免れたはずだ。この時代にもまだ残っているのでは。夏野さん、どうした慶太郎。確かに彼女は明朗快活で魅力的な人だ。だが今はそんな場合じゃないだろう。日本史の教科書には戦争の終結は昭和20年8月とあった。真実なら3ヶ月後に日本は負ける。あやめ公園、ここが交渉のあったあやめ峠。千尋、千尋じゃないか。妹に何か用かな。誰だ。私はその子の兄だが。妹がどうかしたかい。あ、家族によく似ていたので。行きましょう。生きていれば40過ぎ、先祖代々の墓も無縁仏になっていて、どうなったのか皆目わからない。この世界のどこかに生き延びているのか。それ、千尋、兄ちゃんは必ず戻るぞ。ともかく夏野さんに話を聞こう。彼女は何かを知っている。桜高等学校、母校の面影は全くないな。残ってるじゃないか。建て増しされてはいるが、見覚えのある校舎だ。ここに校舎ということは、あっちが芋畑のあった場所か。敷地が広くなっているな。校舎には入れないかな。誰もいないな。この校舎は使われていないのか。まあ新しかった校舎が、床板はきしみ、柱は傷だらけ。40年の歳月か。先祖代々の墓も無縁仏になっていて、どうなったのか皆目わからぬ。この世界のどこかに生き延びているのか、それとも。ここで高利さんを待って、玉尾さんたちに見送られた。まるであれは夢だったかのような不思議な気分だ。いや、今は感傷に浸っている時ではないな。
三浦君。めぐみさん、いただいたお弁当、楓川の包みで食べました。肉団子入りのお弁当なんて豪勢で驚きました。普通のミートボールよ。大げさね。こんなところで何してるの？もしかして誰か待ってるの？夏野さんを訪ねてきたのですが、めぐみさんはご存知ありませんか？南さんなら部活だと思う。陸上部の部室はあっち。見てこようか？いえ、大丈夫です。そうだ、今晩の夕飯だけど、この間好評だったハンバーグにするつもり。あの大きな肉団子ですか？重郎も好物だし。だからあんまり遅くならないで。ハンバーグなる肉団子、あれほどうまいもの食べたことがない。いかん、食い物に惑わされている場合ではないぞ。夏野さんは向こうだな。皆チラチラとこちらを伺ってる。夏野さんを見つけたはいいが、いささか気まずいな。ちょっと、さっきからずっといるけど何か用なの？南夏野さんを待っています。南？どういう関係？年いくつ？学帽かぶってるし中学生？いえ、その、もう詮索しないでください。先輩、夏野さん行こ。ごめん、着替え時間かかった。待つと言ったのは自分です。皆さん運動。をする際、足を出したあの格好なんですね。驚きました。それにしても突然学校まで来てどうしたの？夏野さんは昭和20年で見たあなたがなぜここにいるのですか？え？自分がこの時代に来てしまった理由も知っているのではありませんか？お願いだ、知っているなら教えてください。それは、その、なんというか、あ、ここじゃちょっと話せないよ。私たちが使っていた木造校舎には誰もいませんでしたよ。旧校舎って入れるの？開いていました。じゃあそこで話すよ。行きましょう。鍵かかってないんだ。ここならいいかな。三浦君、秘密守れる？はい。じゃあ秘密、教えてあげる。驚かないでね。彼は BJ、 未来から来た宇宙人なの。
BJ は乗ってきたロボットを探してる。私はそのお手伝いをしてるの。ロボット？騎兵といえばわかるでしょ。1945年にあった騎兵は BJ の仲間の宇宙人のものなの。ロボットはいくつかあって。彼女はなぜ騎兵のこと、それに宇宙人が作ったものだと。日本で極秘裏に作られた秘密兵器だぞ。あなたも体験したように時間の移動もできるすっごいロボットなの。あなたが BJ と呼ぶこれですが、四季島の技術者から聞いた話では、探査装置の一種です。その人たちが宇宙人のテクノロジーを軍事利用しようとしてるんだわ。しかし、いや、聞いたろ。装置なら喋る必要ないじゃない。ちょっと三浦くん、これは彼らの宇宙服なの。失礼になっちゃうでしょ。きっと服の中は頭脳だけなんだよ。何のために騎兵を探している？狙いは何だ？真実を知ること。真実？どこから来たか知りたいか。昭和20年だろう。違う。君の記録がその証拠。私の記録？何を？見せて。その記録とやらが本当にあるなら見せてみろ。教授、個人衛星に切り替えました。高宮教授、聞こえますか？これは三浦君？高宮教授、つながった。ありがとう三浦君。あれ、もしかしてユキちゃん？シャトルはどうでした？おかげで席が取れたわ。おそらくこれが最後のシャトルね。明日にはここも飲まれる。もうそこまで前線が。被害拡大は加速してる。夏野は無事に脱出できた？セクター4には5時間前に。そこにいるのね。三浦君と夏野の交際、私はまだ認めてないけどな。え？お母さん出てきた。冗談よ。もう口も聞いてくれないのかと思った。そんなことは。南家のことであなたを苦しめたのは謝るわ。私は別れたあの人によく思われてないから。私はお母さんと一緒がいい。分かってる。私もよ、なっちゃん。ユキちゃんがお母さん？すみません、高宮教授、そろそろシャトルの時間が。14時間後にセクター3で10区画の発着場で待機しています。頼みます。被害が広がってる。地上の壊滅は時間の問題か。どうなってんの？騎兵を作ったのが誰だろうと関係ない。祖国を救うために必要なのだ。だがどうしたらいい？カイロの自動修復は終わったはずだが、なぜか再起動できない。教えてくれ。これはいつの記録なんだ？1945
で、ユキちゃんが私のお母さんに。夕日はここでも変わらないな。夏野さんはあの未来から彼の見せ真実単なる探査素彼女ほかそれでいい。それともやはり彼女はまっ恵さん、また南さん。はい。そうだ、あ、重郎見なかった？いえ。そう、もう帰ったのかな。今日の夕ご飯何がいいかしらね。な、どうして。確かに迷路快活で、だがそんな場合はこの行きハンあいクイーンハンバーグはどうでしょう。また？いや、自分は何でも。そうだな、ここのところお肉ばかりだったから、重郎にお魚食べさせたいかな。買い物あるから行くわね。図書館レあれサクハイチハだがカイロのなぜかさせ未来現夏野さんは向こうだな。また君か。今日は南いないよ。部活休んで何やってんだか。そうですか。ねえねえ、南さんと付き合ってるの？どこまで進んでるのよ。いや、自分はそんな。どこに行ったか分かりませんか？急ぎの用事らしいけど、どこにいるのかは知らないな。私知ってます。時坂神社に行ってるみたい。何しに？そこまでは聞いてませんけど。この時代、彼女と出会ったのもあの神社だったな。驚いた。周囲の雑木林は随分な様変わりだが、夏野さんはいないな。また木陰に隠れていたりしないかな。見つからなかったね。どこにあるのかな。夏野さん。うん。どうしたの、こんなに遅くこんなところで。夏野さん、今のは。光と共に夏野さんが現れた。騎兵で時間を飛び越えたあの光と同じだ。その
そういえば夏野さんと出会った時も神社で雷のような光を見た。そうか、ここから行き来していたのか。どうしよう BJ、 隠さず教えてほしい。戻りたいのです。そうよ、乗ってきたあれどうするの？騎兵は後で何とかします。千尋が、妹があの後無事だったのか確かめられるなら確かめたい。そうね、 BJ お願いできる？頼む。わかった。キロキロメイセメイセメイメイメイ。データユニットは南夏野が持っていたのか。今ので戻ったのか。こんなにたやすく行き来できるとは。すごいでしょう。自由に時間を行き来できるなら開戦前に騎兵を送れば。それは無理、タイムトラベルはきっちり40年単位でしか移動できないの。それにここより過去へはいけないみたい。そうか、残念だ。ともかく千尋を探そう。行こう。おそらく避難所かクラベの親戚の家にいるはずだ。おお、どうなってるんだ。人っ子一人見当たらない。交渉も詰め所ももぬけの殻だ。無線も誰も出ないし、どのラジオ局もやってない。一体人間はどこに行ったんだ。あれ見て、あの化け物だ。あれは地球を侵略に来た宇宙人の兵器。騎兵は彼らと戦うためのロボットよ。ここも未来の街と同じみたい。宇宙人の攻撃を受けた後、人間は誰一人残らないの。あれ、過去で人が消えたら私の時代はどうなってしまうの。あの怪物たちは米軍ではなく未来の宇宙から来た侵略者で、そして騎兵は奴らと戦うための兵器。一体何があったの？タマオさん、千尋はどこですか？千尋ちゃんは。コートさん、話して。森村先生、落ち着きなさい。千尋ちゃんをどこへ連れて行くの？君には申し訳ないことをした。だが何も心配しなくていい。待って、コート、君が薬をもらってた男か。タマオさん、
トロールキャッタログを提供した。それって宇宙人に捕まったってこと？おそらく皆捕らわれてる。世界の終わりまでは。千尋、千尋を連れ去ったゴーとレンや、玉尾さんに薬を譲っていた男の名だ。夏のみかれ信じたん。夏野さんの話では、ゴーとレンヤという男はこの時代の学校にいて時間を行き来している。 BJ は80年先の未来人だと言っていた。どうした慶太郎。確かに迷路だが、いそんな40、そんな科学読本よく似た歴史を持って40だが、つながおそらくしやつちひたどうまもさ黒はぎち肌身花あんみらそやつは学校か。何としても見つけ出し千尋を取り返す。三浦くん、夏野さん、実はゴーとレンヤを探しに来たのですが、風体も人相もわからないので夏野さんに特徴を教えてもらおうと。ゴーと先輩だけど、あれから学校には来てないのよ。先生に聞いたんだけど、住んでるところもわからなくて。そうですか、それは困ったな。ゴーとレンヤは夏野さんの先輩で、夏野ちゃん1985年の学校に通っている。そして BJ が言うには、確かさらに遠い未来から来た人間だ。ゴーと先輩の隠し撮り写真。ちょっとそんな大きな声で。ごめん、今持ってる？あるけど。あ、これ。三浦くん、ゴート先輩の写真あったよ。失礼。奥に写ってるこのメガネをかけた男がゴート蓮也。そうだけど、ありがとう美和子。なんてことだ、あの校長跡の公園にいた男こそ千尋をさらったゴート蓮也だったのだ。千尋、本当は千尋なんだろう。答えてくれ。これ焼け跡で拾ったけど、私そびれてたんだ。大事なぬいぐるみだろ。兄ちゃん、もうなくすんじゃないぞ。やっぱり千尋だ。無事でよかった。
憶が消えたわけじゃないから、幼い妹としてのこの心地よい依存心も今の私の一部。否定は精神構造に様々な無理が生じる。ちひろ、どうしてしまったんだ。元の記憶を取り戻したの。私は森村千尋。森村。秘密にしたいとあなたが言ったのに、自分からバラしてしまったのですね。貴様。大胆な計画変更も時には必要なものよ、ゴート君。君が現れるのは計算外だった。ゴートレイヤー、千尋に一体何をした。その言いようは心外だな。これが彼女の元々の姿だ。最初から君の妹ではない。黙れ。貴様の話など聞く気はない。玉尾さんの仇だ。何か誤解が生じているな。千尋、兄ちゃんと一緒に行こう。どこに行く気。誰もいなくなった1945年、どこに逃げても意味などないの。このループを止めるには全システムの掌握が最優先よ。あなたは頼りになる。三浦君はとても優秀な設計技師だった。何の話を。いつでも千尋の味方、そう言ったわね。我々に協力して。ゴート君、準備はできています。そう、時間を無駄にしてすまなかったわ。急ぎましょう。千尋。よしたまえ。どけ。千尋は私が連れていく。彼女は命を狙われている。今の君では守れまい。な、に、誰にそんな。関ヶ原 A、 協力する気になったら声をかけてくれ。関ヶ原、あの男も時間を行き来してここにいるのか。玉尾さん、ケンペは行きました。どうでした。やはりキリコさんを探しています。キリコちゃんがスパイだなんて。その男の仲間だと思われているんですよ。彼女は巻き添えになったんだ。ケンペイに追われる男をかくまうなんて。あいつは同時キリコなんて名前じゃないし、この世界の人間でもない。イカれた男だ。あいつは騎兵で何をしていたんだ。この男、騎兵のことをやはりスパイだ。奴が逃げるとすれば、今行けば追いつけるかもしれない。関ヶ原さん、本当のことを教えて。私は両親の娘ではなく未来から連れてこられたって。同時キリコが言ったのか。嘘だと思えないの。多分私毎晩その夢を見ている。記憶をいじられたな。こんな奴の話真に受けてはダメです。玉尾さん、憲兵に引き渡しましょう。慶太郎さん、お願い、はっきりさせたいの。慶太郎、三浦慶太郎か。貴様、なぜ私の名を。そうか、お前が。何だと言うんだ。お前と一緒に戦っていた。
貴様など顔も知らん。今のお前じゃない。未来、彼は肉体を失い今は探査ユニットに収められてる。では慶太郎さんも。君と同じだよ。ヨタ話はもう十分だ。詰め所に突き出してやる。動く。関ヶ原さん。貴様、お前の言う通り俺はイカれてる。頭にすっかり毒が回ってな。はい。うん。千尋。今となっては奴の支離滅裂な話も与田話と片付けるのは早計だ。探査装置に意識だけの未来の私。探査装置か。彼の見せた彼の見せ単なる確か迷路だが、いそんしょよん、そんな死科学読本よく似た歴40年だが、こつながおそらくこれはじしおかしなじじ森村もう千尋。たとえ騎兵をもどう戦う守るべき人。夏野、なんだか無性に彼女の声が聞きたいな。彼女はまだか。夏野さんは今となっては奴の支離滅裂な話、与田話と片付けるのは早計だ。探査装置に探査装置か。そんなに慌てて何があったんです？三浦くん、いなくなったの。 BJ がきっと迷子になったのよ。見つかったら連れて行かれちゃう。わかりました。手分けして探しましょう。そうね。そんなに遠くには行ってないはず。校舎に入ったのかな。校舎内を探してください。自分は学校の敷地を一回りしてみます。ありがとう、お願いね。あのラジコン誰が飛ばしてんだろうな。北校舎の裏の方へ飛んでいったから無線部のやつらが遊んでんじゃないか。四角くて変な形だった。ヘリコプターには見えなかったな。飛んでるのか。北校舎の裏、旧校舎の方だな。いないな。回転翼の音だ。目立つとまずいんじゃなかったか。夏野さんが心配してるぞ。三浦慶太郎、上空から君を探していた。ちょうどいい。こちらも尋ねたいことがある。お前が関ヶ原の言っていた三浦なのか。そうだ、私は三浦慶太郎。なぜそんな姿に。世界が滅びた時、私は死んだ。
探している騎兵で戦っていたのか、あの化け物と。そうだ。姿が探査装置なのは。異変に問題が発生し、自らをドローンに移した。私の 72% は異変に残され、ロックされている。夏野さんは知っているのか、三浦慶太郎だと。前の世界では出会えなかった。私は夏野が好きだ。だから知らない方がいい。もう何を聞いても驚くものか。未来から来たのなら知っているはずだ。これから何が起こる。過去。時間は相対的なものだ。未来の技術でも遡ることは不可能。我々は時間など超えていない。でも未来の三浦慶太郎だろう。私が君の前に見えなかった存在だ。自然を見つけた。全ての記録を。あの記録映像の全てか。約束しろ。最後の進行が始まるまでに記録を調べ、解決策を探すと。森村知事の美術作戦では、君たちはあれだ、千尋の計画。約束しろ。なぜ私に頼む。私は間もなく消滅する。森村さん、計画は順調。こちらは問題解決です。4つのセクターが最終工程で、残る一つが7割といったところですね。セクター。基本的にコロニーと同じ構造をしているので、そう呼んでいます。セクターが5つになるわけね。軌道上の位置ではなく、年代設定による区分ですけど、常々尋ねたいと思っていたのですが、現代の居住区を作らないのはなぜです。世界が誤った道に進むより前からやり直すべきだと決まったの。ナノマシンの事故が起こる前に。人類には早すぎる知恵の実よ。どこまで戻るか、みんなの意見がまとまらなくて、年代を分けた居住区を用意することで決着。私は20世紀の戦前に住んでみたかったので、願ったりですがね。ただ資料が古くて、どれくらい正確に再現できているか自信はありませんけど。いいのよ、文明を継承さえできればそれでいい。完成すれば一つの居住区に120万人が暮らす都市になるわけですね。居住区が予定より増えたので、クラベ先生の方が少し大変だけど、計画きっと間に合いますよ。作業に戻ります。頼みます。